どうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーターリザレクション続きやっていきます。来るか来た。こいつ予告編にかなりね、神属性とか いろいろ出てきてたけど、でかいな。あ、めっちゃ効くね。ノバの第2のノバの妖精と言われるもの。うおー、狙ってくるね。ちょっと、いやー、もう食わしてよ、もう。オッケー。もう一回行かして。よし。こいつは立ち基盤が難しそうだな。だよな。ちょっと一回ホールドに刺して、で、まず、早い。よし、ラッキー。あれ、なんかプリビティマーダーみたいなことしてるけど、違うか、ディアウスピターみたいなことしてるけど、よし、でも揃った。制御ユニットのね構成をちょっと変えて、5つにしました。そしたらね、ご存知の通り、実績解除にねこのね、下にね、あるバーストのとこにあるね、赤、白、黄色、緑、青、これ全部揃えると、実績解除されますということで、まあ、普通にやってたら大丈夫かな、取れるやつで、俺は OK、 受け渡しバーストかもつけましたぞ。いやいやいや、素晴らしいね。で、やっぱり俺はバックスタブ持ってるんで、よし、これが一番効果的。バックスタブとあれか、ちょっと他のゲームで怒っちゃうやつだな。ハイドアタックだな。で、体力自動回復のね、あれをつけてます。あ、なんか弱えな、こいつ。あ、なんだ、こんなに弱えんだったら、ちょっとわざわざ動画にする必要。いや、でもな、こいつはちょっと俺初めての敵だったんで、どうしても動画に撮りたかった。あ、なるほど。まあ妖体だからな、妖精。おい、濃縮偽の声、甘い、痛い。まあめちゃくちゃの強さじゃなかった。ノバの妖精体だ。ちょっとあまりにも短いので、次の飛ば、お、ここだ。無線の調子悪いのかな。あ、これは次がありそうだな。よし、じゃあ次の、荒神に行くぞ。はい、残念ながらね、いいタイミングでいい荒神がね、で、あ、いつノバが顔を出すかわからない。いいタイミングでね、いい荒神が出てこなかったので、こんなやつの討伐になってしまいました。よいしょ、オーケー、いいね。うん、来とったか。っていうか、いたのね、君。これ当たると痛いからな。オーケー。もう壁をね、登りそうになっちゃったね。ちょっと今、アサシンクリードっていうね、ゲームをちょっとやっていて、登りたくなっちゃう衝動に駆られちゃうよね。オーケー。あれ、なんで君たち来たの、他の荒神は。あれ、てか、なんで最初スタートが違ったんだ。そっちの方が俺は痛えな、痛い。そうだ、よし、5個揃った。最初に小型荒神がいると楽でいいな。もういっか、2匹同時の役者ラジャーね。多分今回初かな。よし、ナイス、いって、味方にやられた。よし、役者はサンドバッグだからな、あれにさえ当たらなければね。よし、早く落ちそうだな。
はい、倒した。はい、役者ら待ちです。役者らって言ってんすよ。役者ららじゃ待ち。なかなか見つからないな。あっちか。ん、どうかしたか。何、クッキー持ってきたんですよ。これでおびき寄せるのはどうでしょうか。可愛いこと言うな。なるほど。いや、少し小さすぎない。いやいや、そもそも食う食わないの話だから。面白いな、今のやりとり。あれ、あ、まだいんのか。よし。あれ、マジか。役者ラジオだからな、気をつけないと。うん、食らいそう。おお。くそ、当たんなかったの悔しいね、今。合ってるかな、毒性。で、さっきのね、戦いで言ったように、結構ね、属性をね、属性じゃねえや、なんか制御ユニットをね、見直しをしたことによって、かなりね、死ににくくなった。ちょっと怖いな、これ。よし、バースト受け渡しも、ね、つけたし、安定だよ。もう これから装備を変えたくないぐらい綺麗にしたからさ、まあそうだな、今後さらにね、欲しいスキルが出てこない限りはこれから借りたくねえな。まああとあれか、嘘、あとはまあ防御が、あ、防御装備をね、装備があまりにも弱いって感じ始めて怖いな。役者ラージュじゃないでしょ、こいつ。え、役者、あれ、なんか火出すやつってあれか、役者ラージュじゃないか、あいつは。あいつはもう一個上の荒神だったか。うおお、こっち来ると思わなかった。よし、打ち負けるか、お前。逃げたけどね。ちょっと待ってください、待ってください。よいしょ。クッキーでおびき寄せるっていうのはさっき俺結構面白かった。お、いいね。ちょっと近すぎるかな、食う時に接触するかも。お、いいね。おい、当たってないっすよ。倒した。さあ次は誰だ。もう来てるよ。ちょっと OK。 ほんと受け渡しバーストとかがね、レイジバーストで使ってたからさ。あ、来た来た来た、こいつ。よいしょ。まあ辛い辛い辛い、ほんとこういう移動中になくなるのはもう諦めるしかなかったからね、今までは。くっそ、ガキが。よし、いいね。全部役者っていうね。まあとにかくあのエンジェル攻撃に当たりさえしなければそんな難しいわけじゃん。やっぱジャンプした方がいいか。早い。役者っていうなんか夜叉みたいな名前のくせに、もうちょっと誤射、マジほんと勘弁しろよ。いや俺ね、今んとこね、マルチで誤射しまくるっていう経験ないけど、俺マルチやるんだったら、だって識別ついてない弾だったら使わねえもん、うん、でないんだったらもうそもそも銃使わねえ。そんぐらいね、この罪だと思うぜ、この近接で行ってる人に対して誤射するっていうのは。
まったく。まあ今まで俺がさ、そうやってさ邪魔されたことがないってことは、まあみんな分かってるってことだよね。そういう人はいないってことだ。まあいない、 100% いないってことはないだろうけどね。知らない人とかもいるから。はい、倒した。よし、リザレクションのストーリーが終わったら俺の方でね、そしたらね、あのマルチの方でちょっとやっていこうかな。で、俺がなかなかマルチやらない理由としては、俺はね、やっぱ動画投稿しながらやってるからね、遅いんです進みが。で、その中で、もう強い人とね、やると、こう、腕も上がらんわ、動画としてもつまらんわでね、意味ないので、だからやらないっていう感じ。まだね。まあ、もうすぐだ。頑張るよ。ほんじゃ、まったな。